席がちょっと硬いんですけど、座席はちょっと硬いだけで、あとは、ね、日本とあんまり変わらない。天津駅の、チケット売り場、本当はあの住民なんていうの ID カードなんかあれば普通にチケット買えるんですけど、それ持ってないからこういう窓口で買わなきゃいけないんですよ。现在天津那个买那个火车票去北京，如果有那个国内的身份证的话，很容易买到票，因为我没有国内的身份证，我只有一个护照，所以必须到这儿来排队了，很不方便啊，とても不便ですね。高速鉄道乗ってます。おはようございます、後ろのこの白っぽい建物はですね、私が生まれた建物です。大家早上好，那个后边这个灰白色的楼就是我出生的楼，位于那个北京朝阳区二环外，东二环外那个工体工人体育馆对面，这里我后边就是工人体育馆。ちょうど向かい側にあの法人スタジアムあるんです。うん、これのこの建物の2階で生まれてます。今電気が消したい。うん。毎回だから北京に帰った時はここに詣でしないといかんのですよ。所以每次回来都要到这儿拜一拜，打个卡。ここは今住んでる家の外の建物。这是我现在家的外面的那个楼，这算什么呢？朝阳公园南街，这是吧？ここはあの、まあ表の通り。何日か前に行こう。雪が降る。お、バイクがいた。お。有摩托车，我操，真牛逼！这天能骑，我操，牛逼呀，真牛逼呀，すげえ！ね、マイナス何度だっけ今？ね、バイク乗ってんだよ。すごい。ね、何日か前に雪が降ってずっとあの溶けないでいる。前几天下雪了，所以一直没化，在地上。まあだいぶ汚くなっちゃったけどね。雪都不是那么纯净了。这山楂红的要两串吧？山楂的来两个哈。对。还吃点别的吗您？别的就不要了吧。咱们家那个糖炒栗子这两天做活动呢，原价15块，原价19块8一盒，现在15块8一盒。需要吗？不用了，谢谢。我看一下啊，糖炒栗子不要。
糖炒栗子，糖炒栗子。因为他拉的屎也不多，也不怎么稀，那个就是。